今日ご紹介するのは、私が個人的にずーっと使っていますスマホホルダー。ご存知の方もいらっしゃると思うんですけれども、 Amazon ランキングで1位、カー用品でずーっと首位ランキング1位のデザートウエストのスマホホルダーになります。こちらが非常にいい商品になりますので、ご紹介をしたいと思います。こちらとこちらは何が違うのかというと、こちらは中国製の類似品、私が一番初めに買ったものになります。で、こちらがデザートウエストのものになってまして、類似品があまりにも使い勝手が悪かったので、こちらに変えてみたらば、非常に使いやすくて機能性が高くてずっと使い続けられるぐらいいい商品だったので、まあこれをずっと使い続けていました。今回はこの第4世代と言われるデザートウエストのスマホホルダーに対して、さらに新しく出ました第5世代で、また後ほど紹介するんですが、フラッグシップの第6世代というものもあるんですけれども、まあこの第5世代まで遡ってスマホホルダーについてのご紹介を今日はいたします。まずこちらの類似品との違いになるんですけれども、一つ目は吸盤が全く違うということになります。このように実際に見ていただくとすごくよくわかるんですけれども、付属ではこの吸盤につけるためのこの吸盤の接着するこちら台座ももちろんついているんですけれども、まあそれを使わなくてもこのような形で使うことができます。で、こちらの中国製のものはもともと台座みたいなものは何もついてなくて、そのままの吸盤タイプのものになっているんですけれども、まあ、見ていただくと一目瞭然なんですが、全く接着力が違います。このようにこちらもう引っ張っただけでもすぐ取れてしまう。で、この中国製のこの類似品のスマホホルダーはもうスマートフォン自体が重すぎちゃってすぐ転落するということがありました。で、かつこのように吸盤自体最初の段階では、まあ、かなり吸着力があって、まあ、糊もついてて、なおかつこのような形で真空引きできるようなものになっているんですけれども、もうある程度時間が経ってきちゃって、もう今このような状態で、もうほとんど吸着力もないといった、まあ、そういった状態です。なのでもうこれ自体、スマホでつけちゃうとスマホがすぐ脱落してしまって、スマホが、まあ、ダメになってしまう可能性というのもありますんで、もうこれ自体は使っていないんですけれども、こちらはどうかというと、もう全く取れない。これ実は今、この動画で撮影するために、そのまま台座を取り付けないで軽くつけただけなんですけれども、もう全く外れない。で、かつ、これ、通常だとこうやって押し付けて、で、このような形で真空引きして使うパターンが多いと思うんですけど、もう全く仮付けしたような状態でつけてるだけなんですけど、もう全く外れない。で、実際にちょっと外してみたいと思うんですけど、はい、こんな形で、引っ張ってやっと取れるぐらいの吸着力があります。で、これさらに、まあ、自分の取り付けたい位置を、まあ、決められるのであれば、まあ、こちらにも今第5世代のスマホホルダーあるんですけれど、ここのところに台座ありますので、まあ、これを貼り付けてその上からこれをつけることによってさらに吸着力が高まりますし、またこういったダッシュボードとかに吸盤の跡が残る、糊の跡が残ったりすることがあるんですけれども、このデザートウエストのこの台座はなおかつこちら使うことによって、特に剥がしたとしてもこの糊の跡というものが全くつかない、まあ、そこも非常にいいところかと思います、まあ、そのぐらい吸盤の吸着力の違いというものが非常に高くなっているということです。で、もう一回このような形で、まあ、仮付け。で、もうそのまま、ポンとこのような形で、今、乗せた感じで付けただけなんですけど、もうそれでもこう、こういう感じです。なので、もう、この、
台自体がそのまま脱落するなんていうことはまず考えられないぐらい、もうそのぐらいの吸着力を保っているので、非常に信頼性の高いスマホホルダーになっているということがまず大きな特徴になります。でもう一つなんですけれども、こちらここの部分で、こちらの類似品で言うとここの部分、接合部分が全然違います。でこの類似品に関してはこんな形で二分割になってます。でこんな形で上に引っ張り上げると取れちゃうんです。なんでこんな構造にしてるのかよくわからないんですけど、例えばスマホをこんな形で取り付けて、でスマホを持ち上げるとします。で持ち上げるときはこのような形でここをプッシュして、このチャックを広げてこのような形で上げるんですけれども、この取り付けだと上に引っ張られると取れちゃう構造になっちゃってるんで、もうこの状態でこのスマホのホルダー自体のこの前の部分、首の部分が外れてしまうといった、まあ脱落してしまうといった、そういうこともあって、で、なおかつ外れたので今度また付け直さなきゃいけないというのがあるんですけど、ダッシュボードの上にこれ乗っかってる状態でこんな形ではめて付けるっていうのが非常に面倒だし、なかなかはまりきらないといった、まあ、そういった問題がこの類似品にはありました。で、このデザートウエストに関しては、もうそのまま、このような形で見ていただくとすぐわかるんですけれど、こういう形で、はめ込み式になってます。で、はめ込み式になってて、まあ、そのままはめて、で、このネジで固定してつけるだけなんで、スマホを取り出す時の脱落も特にないということです。で、このように、実際やってみたいと思うんですけれど、まあ、このような形で締め込むだけです。で、この形にして、まあ、この状態で実際にスマホを乗せてみたいと思うんですけど、これは簡単で、ここのボタンを押すだけ。で、この台座自体もそうだし、この首もそうなんですけど、強度があるから、ここのところ、ボタンを押してもスマホ自体がグラグラしないです。なので、そのままもうボタンを押せます、ダイレクトに。で、乗せて、そのまま、チャックするだけという形になります。で、外すときです。外すときも、ここのボタンを押して、そのまま取り出せますんで、片手でこう、スッと取り出せる。でも何事もなかったかのように、またこう使えるといった、まあ、そういった、もう使い勝手が非常に良すぎちゃう。まあ、そういったスマホホルダーになっています。で、もう一つこの接合部の部分で、スマホホルダーを選ぶ上で重要になるんですけれど、ここのところが今度緩すぎてしまうとどうなるかというと、見ていただくと分かるんですけども、こちら見ていただくと分かるんですけれども、このスマホホルダーがそうだったんですけど、ここ締められる位置を構造にはなってます。あ、まあ、このような形で、今外したんですけど、割れちゃったんですけど、まあ、こういう感じで、こう、取り付けて、で、このような形で締め込んで、まあはめていくっていうのは同じ構造になってるんですけれど、この類似品のスマホホルダーはどうなのかっていうと、こうつけた時に携帯が重すぎてしまって、この首自体が車の振動とともに前に倒れてしまうっていうことがあります。まあ、要するに、ここのところ、取り付け部分、このネジを強く締めたとしても、もうそれ以上、ここの接合部分がグリップしないんで、こうやって滑っていっちゃって、前にお辞儀する形になってしまいます。まあ、ここも、特に、この類似品なんかは、やはりうまく作ってなくて、もうただ単に、まあ、はめて、ある程度のグリップが出てれば OK みたいな感じで、まあ、適当に作られている。まあ、要するにクリアランスの問題だと思うんですけども、こういった首が前にお辞儀するといった、こういった問題を抱えていました。
ですけれども、こちらに関してはそれも全くありません。まあ、こんな形で、まあ、今静的な状態で止まってる状態ではあるんですけれども、もう分かりますか、この台座との一体感、もうこうやって持ち上げたとしても首振らない状態です。で、なんでそんなに首振らないのかというと、ここのところが非常に肝になっていまして、これも先ほどの類似品と同じような構造ではあるんですけれども、ここ玉が入る、ここの球、この玉、これが入るこことのはめ合い寸法、クリアランスがさらに狭くなってます。で、このダイヤルによって染み込むことによって、これ自体が狭くなってくれるんで、ここのクリアランスというものがより狭くなって、もうクリアランスがない状態、密着するような状態になって、で、このスマホホルダー自体を携帯の重さに対して、ここの接合部分が密着して、スマホがお辞儀しないような、まあ、そういった作りにもなっています。はい。まあ、このように何度も取り外ししてるんですけれども、もう全然台座自体も動かないっていうのがお気づきな方もいらっしゃるんではないかなと思います。もうそのぐらいしっかりとしています。でも、取り外しているものもちゃんとできるようになっていると、まあ、いうことが、非常にこの第4世代からのこのデザートオフィスのスマホホルダーでもしっかりしているということになります。で、さらに、これだけベースがしっかりしているんで、延長のアームというのがついています。ここのところが延長のアームを固定するためのダイヤルになっているんですが、まあ、ここを回してあげることによって、このような形で自分に近いところにアジャストできるようになっています。で、一番これが長い状態なんですけど、この状態で締め込んであげるということです。そうすると、まあ、自分の近いところにスマホを置くことができると、まあ、いうことです。で、台座自体もしっかりしてるし、この首回りなんかもしっかりしてますんで、特にぐらつくということもないです。で、ここのダイヤルを締めないといけないんですけれど、ここのダイヤルをこのような形で締めてしまえば、もうこのような形で、もうぐらつくということが一切ない。もうリジットになってるからのような、もうそういう感じになります。なので、走行中でも、このアームが長かったとしても、携帯が揺れるというような不安定な挙動を示すことも全くないと、まあ、いうことになりますので、まあ、こういった自由度なんかも、こういった機能性なんかも持っているというのが、このデザートウエストのスマホホルダーの特徴になります。で、もう一つ、こちらのスマホホルダー、第4世代のものになるんですけれども、いいところがありまして、こちら、これは何かというと、セットでエアコンの吹き出し口、ここのところになるんですけれども、このような形で、取り付けができます。なので、まあ、こちらの台座使いたい場合もあれば、まあ、こちらの吹き出し口を使うといった、まあ、好みに合わせて使い方を変えるということもできます。このような形で、まあ、シンプルに見せることもできますし、ダッシュボードの上に置いてもそれほど気にならない方は、まあ、こちらでもいいと思うんですけれども、まあ、これに関しては好みの問題ももちろんあると思います。ダッシュボードの上あんまり物を置きたくないんだよねっていう方にとっては、こちらの吹き出し口に取り付けるのが非常にスマートでよく見えるかなとも思います。でも実際私これ使わせていただいて、この吹き出し口につけてなくて、まあ、こちらにつけてるんですけれども、実際はそんなに目につかないですし、思った以上に小さい設計になってると。いうことに気づかれるんじゃないかなと思います。なので私はもうこちらの方で収まっているといった形になっています。あともう一つ使い方としては、
2台車を持っていて、1台目はこちらの車に使って、2台目はこちらの吹き出し口に取り付けるといった、そういった使い方もできるかと思います。なので、まあ、車を乗り換えるときに、こちらのホルダーだけ、ここの部分だけを、このような形で取り外して、まあ、新しい2台目の車に乗るときは、またこんなような形で取り付けて、使うと、まあ、言った、まあ、こういった使い方もできるというのが、まあ、こちらのデザートベストの特徴になってくるかと思います。それでは次に、第4世代のスマホホルダーと第5世代のスマホホルダー、こちらとの違いについて今回はご紹介していきたいと思います。まず違いは何かと言いますと、この台座自体は第4世代も第5世代も変わらないものになっています。で、先ほどの動画でご紹介した通りなんですけど、この台座、これ両面テープ付きのピアノブラックの台座なんですが、まあ、これ自体は両方ともセットでありますんで、今こちらは使ってない状態で付けてるんですけれども、まあ、使わない状態でももちろんこのような形で非常に吸盤、強力に取り付けすることはできるんですが、まあ、こちらは好みに応じてより強力に取り付けたいということなのであれば、まあ、こちらのピアノブラックの台座を使うといいかなと思います。なので、まあ、この辺の台座周りに関しては共通になっています。じゃあ何が違うかということなんですけれども、まず見ていただいてお分かりいただけるかと思うんですが、この高さが違います。で、こちらが従来ものになるんですが、従来ものですとこのような形で取り付けをするんですけれども、少し視界を妨げるっていうのがありました。ですけれども、こちらの第5世代は少し進化していまして、まあ、このような形で少し低いところにマウントができるということになっています。まあ、これによって少し視界が見えやすくなっているということ。なおかつ、これ自体は iPhone X なので、さらに今 iPhone 13とかなってると思いますので、より大きなものになったりしてるわけなんですけれども、まあそれに対応するために低い位置に携帯電話をマウントすることによって視界を確保するといった、まあそういった作りになっているということが、まず一つ目の違いになります。で、もう一つ何が違うかというと、まあ今お気づきの方もいらっしゃったかと思うんですけれども、まあこのように、ここにボタンがついていまして、このような形で、携帯をこのボタンに押し付けることによって、勝手にこのチャックが閉まってくれるといった機能が新たに加わったということになります。で、今までじゃあどうだったのっていうと、まあ正直私もこの第4世代ずっと使ってるんですけれど、このような形で、携帯を置いて、で、指でこうアシストしないといけないということがあります。なので、少し力技というか、やりにくさっていうのがちょっとあったりしたわけなんですけれども、こちらに関しては、それを解消してくれているということになります。なので、携帯だけをもう持ったままでいいということです。携帯を持ちながら、このスマホホルダーを持ってしまうと、少し携帯が不安定になるということもあると思うんで、で、この携帯自体も今非常に高いものになってますんで、まあ、携帯をずっと持ちつつ、このような形で着できるんで、まあ、確実にスマホにホルダーに載せることができると、まあ、いうことがあるのが2つ目の特徴になります。で、外すときは同じなんですけれど、まあ、こちらもそうでしたが、ここのボタンで開いてあげればいいですし、こちらに関しては2つこちら、ここに2つありますんで、まあ、これによって開くことができる。こういう感じです。開くことができると。まあ、いうことが、この第4世代と第5世代の大きな違いになります。はい。ってことで、今回は、デザートOSのスマホホルダー第4世代、そして第5世代へと進化していったわけなんですけれども、まあ、こちら、
実際に私がずっと愛用していて、なおかつ Amazon ランキングでも首位のこのデザートウエストのスマホホルダー、まあ、機能性について、まあ、今回ご紹介をさせていただきました。こちらの商品の詳細に関しては概要欄に貼ってありますので、もし興味のある方はそちらの方を見てみてください。また当チャンネルでは車用品、カー用品レビューを行っております。最近は車の装備なんかも力を入れてレビューを行っておりますので、ぜひ興味のある方はご覧になっていただけると幸いです。また最後になりますが、チャンネル登録、高評価をいただけますと今後の動画運営の励みになりますので、ぜひよろしくお願いをいたします。それでは失礼をいたします。